皆さんこんにちは、ワイワイラボの小野です。今回もドロップポイントプレイしていきます。さて前回はですね、ネズミのね小さな群れが敵だったんですけれども、見事ね空気異常気でね撃破することができました。さあではね、今回どんな敵が出てくるのか出撃ボタンを押してみましょう。これは魚てんてんてん、焼いたら食べられるのでしょうか。どう思いますかエンジニア。いやー、焼いてもこれは食べたくないですね。魚人間、極めて人間に近い魚類、焼くととても美味しそうな匂いがするが食用に適しているかどうかは判明していない。なぜか身なりがきちんとしている。確かにね、スーツ着てますよ。魚がネクタイ締めてますよ。うわー、焼くと美味しそうな匂いがするがと、食用に適しているかどうかは不明。いやー、びっくりですね、魚人間。さて、度推定生還率 5%。ん?強いのかな ?5%? マジか。メンテナンスが低いからか?いやいやいや。さあ、ウェポンね、ウェポン。まあ、まずはメモリ追加して、はい、はい、はい。どうしよう。魚人間ね。まあ、フレームシャワーつければまあ問題ないでしょう。はい。さあ、フレームシャワーつけました。そして、なんだ?また AI が変化が起きてるぞ。なんだかとても自分が強い気がしてきました。もっともっとたくさんのターゲットを始末したい。自分のパワーを試したい。そんな気分です。お?おやおや?さあ、早く次の任務を開始しましょう、エンジニア。おっと?何かロボットが自信を持ってるみたいですが、なんかあんまりいい方向じゃない感じがしますね。大丈夫かな?ちょっと心配。さあ、では弁当を持たせましょう。何がいいかな?これ、あれですよね。力作弁当。1000G だもんな。まだちょっと早いかな。こっちもまだステーキね。これまだ持ってないんですが、900G。ちょっと高い。この辺は持った。ケーキはまずは無理ですよね。オムライスはまだな。800G。さあ、その隣、これはお刺身定食。650G。値段的には手頃なんですけど、相手が魚人間ですからね。そこでお刺身定食っていうのは、ちょっと避けたい感じですね。これは牛丼まだですね。500G。あ、これちょうどいいかも。丼というのはとても合理的な料理ですね。確かにね、丼にね、すべてのものが入っていると合理的な感じは確かにしますね。牛丼、温かいご飯の上に甘辛い味付けで煮込んだ牛肉と玉ねぎを乗せた料理、丼料理。店舗において即座に温かい状態で提供でき、また、主食と副菜を同時に摂取できるという極めて合理的なメニューである。まあ確かにね、肉とね、玉ねぎとかね、一緒に食べれますもんね。伝統的に紅生姜をたっぷりと添えて食べるのが正式なスタイルとされているが、これはあくまで個人の自由であり、つゆを多めに入れるつゆだく、反対につゆを切った状態で提供するつゆ抜きなど、好みに応じて様々なカスタマイズが楽しめるのを魅力の一つであると。なるほど。梅雨抜き、梅雨だくは知ってましたけどね、梅雨が多い。梅雨抜きって初めて聞きましたね。まあ確かにね、紅生姜ね、たくさん乗せる人いますよね。僕はあんまり乗せないんですけどね。まあ紅生姜ね、好きな方はたくさん乗せると。さあ、じゃあこの牛丼を持たせます。はい、持ちましたね。これが早くて安くてうまいという伝説の料理、牛丼ですね。伝説の料理。てんてんてん。特に自立して動くわけではないようですが、何が早いんですか?なるほど。速さね。動く速さではありませんね。提供する速さですよね。さあ、では順、メンテナンスもしときましょうか。いつの間にかまたゴールドが減ってるなぁ。全然ゴールドがたまらない。さあ、これで出撃で 34% か。大丈夫かな?ちょっとじゃあ、ここはメンテナンスをやっちゃいましょう。さあ、0G にはなりましたが、これで、生還率が 44% に上がりましたね。やっぱりメンテナンスがね、大事なんですね。さあ、ではね、出撃します。
どうなるかな。高いのちょっと怖い。はい、いってらっしゃい。通信機を使っています。魚は美味しいものだと思いますが、魚人間というのはどうなのでしょうか。本当ダメ。どうなんでしょう。あまり試してみたいとは思いませんが、そうですね。まあつまり食べるということですよね。食べることは試してみたくない。同感です。さあ、ではタイムマシンで早送り。お、帰ってきました。フレームシャワーがないな。ただいまです。超楽勝でした。楽勝でしたか。いつもこうだといいのですが、やっぱね、フレームシャワーはね、壊れやすいですね。ロストですよ。人類の解放度が3700に上昇しました。メモリを増設すると私の基本的な強さがアップします。知ってましたか、エンジニア。フレームシャワーは魚人間に対してとても効果がありました。あ、効果はあったんですね。空気蒸気は魚人間にはあまり役に立ちませんでした。やっぱりか。さあ、思い出再生中。今日のお弁当は牛丼でした。甘辛い牛肉と白米が織りなすハーモニー、ほとんど芸術です。めちゃめちゃ褒めてますね。それにしても昔はこの牛丼が安い料理の代表だったのは不思議です。牛肉という高級な素材に手間暇がかかっていて、高級レストランで出すべき料理ではないですか。なるほど、そういう意見もあるか。はい、ということでね、魚人間見事撃破して戻ってきてくれました。さあ、次はね、またどんな敵が出てくるのか、また次回もお楽しみに。